新型コロナウイルスの感染拡大で飲食業界が低迷する中居酒屋大手の鳥貴族ホールディングスはチキンバーガーの専門店をオープンしました今日オープンしたチキンバーガー専門店では鶏の胸肉を揚げた鳥貴バーガーや鶏もも肉の照り焼きを挟んだ焼き鳥バーガーなど8種類が390円で販売されます鶏肉や野菜 バンズに使う小麦など、食材は国産にこだわったということです。コロナ禍での打撃というのは非常に深刻なものでございます。第二の総料として取引族を支えるべく総料したと。外食業界の経営が厳しさを増す中、ロイヤルホールディングスや松屋フーズなども相次いでハンバーガー専門店に参入して持ち帰り需要を取り込もうとしています。